スポーツ界の皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、5月の19日、17時40分。本日、ヴィッセル神戸が負けて、町田さんが今1位という状況ですね。正直今日心の中で、ヴィッセル神戸が勝ったら勝ったで、これはまずいなというのはありました。首位独走しそうな勢いがあったわけじゃないですか。で、今日はプロ野球界や、サッカー界の得点、腹筋腕立て背筋、15回ずつ1セット、17時30分の時点で、私は、20セットしてるんです。で、本日。で、懸垂が東京5回と、高速もも上げが数秒間、3セットと、雨の日ですので、なかなか、急にしたものですから、結構、筋肉に来ている部分があります。で、今日横浜 DeNA さん、ぜひとも買っていただきたかったんですけども、残念ながら追い上げ、届かず、3対2で負けてるんですけど、得点阪神タイガースの方に行き過ぎてる気がするんですね。途中で阪神タイガースの試合は接戦で4対2ぐらいだったと思うんですけども、その後、雨が晴れにちょっと近くなって、こちらの方は今日は基本的に雨だったんですが、サッカー界で言うと、プロ野球もそうなんですけども、その得点がね、その腹筋を出て背筋、その15回ずつの話、これはもう毎日毎日、なかなか300回ずつも、できるわけではないので、時間的にも。あとは、合間に、裁判用の書類を、コピーしに行ったりだとか、それにもよって得点動いてる部分とかがあったんですけども、西武ライオンズさんもちょっとソフトバンクに負けてしまってるところが、ちょっと残念なところで。ソフトバンクさんに関して、大きな赤字を出してる話、3年連続で。だけども、それ、自然再生可能エネルギーへの投資が多く入ってたはずですから、その辺のところでソフトバンクさん優勝させてほしいは、それはないですよ。それはないです。ソフトバンクさんの方に得点がいってるのが、おかしいですね。ここ近年、これ10で言ってるんじゃなくて、もともと、ダイヤホークさんの時に、だいぶ低迷してた時期があったんですね。で、そこで、ソフトバンクさんを、勝てるような方向に持っていったりとかしてたんですけども、今のその経営赤字、ソフトバンクグループとしての赤字、それ、自然再生可能エネルギーに巨額のお金を投資してますから、その出てるお金が先に出て、あとは発電した電気とかで、その入ってくるはずですから、徐々に回収のはずなんですよ。だから赤字幅はだんだん下がっていってるんですね。だからそれでね、そのお金を使ったから勝たせてほしい、それはやめてほしいんですよ。そこはそれでちゃんと、ここ近年の優勝回数、ここ、15年ぐらい前を遡ってみると、ソフトバンクさんの優勝回数が突出してると。その辺のところで今日は、西武ライオンさんが勝って、あんまりにも最下位独走っていうのもかわいそうですから、セリーグで言うと、ちょっとね、もちろんもともと僕は阪神ファンですよ。ですけども、日本全体の和とかを唱えてるわけであって、今年は横浜 DeNA さんが、セリーグ、優勝して、日本シリーズへ進むべきだと。そういうことを明言してるわけですので、そこらね、だから、セット数、筋トレの頑張ってね、してたんですよ。得点が行くように。でも、阪神タイガースの方に得点が行ってしまって、これ、僕はこういうふうに真面目に言っていたとしても、不利をしてるように見えるわけじゃないですか。そこしっかりと阪神タイガースの、選手、監督、コーチも、ゲーム差とかを考えてもらったときに、それは2位のところと、そんなにゲーム差はないといえばないですよ。ないですけども、そこは、
他球場の様子を見て1点差の横浜 DeNA さん、まあ、少し前に3対1で2点差でしたけども、この3点横浜 DeNA さんの分でしょうっていうことをちょっと気づいていただかなかったら、両方勝ってるんですよ本当は。で、まあ、サッカー界のその神奈川県のチームが何チームか、まあ、まあ、勝ってしまってますね。横浜 F ・マリノスさんが今日勝ってしまってますよね。だから、まあ、アルワインさんとの試合がね、まあ、夜中でしょう、26日の。で、あとはね、女子バレーボールなんですけども、まあ、今のところ日本3勝0敗なんですね。で、あれは勝敗表と言ったらいい、まあいいんですかね、その得点みたいなものが記載されていて、セット数はどうだとか。日本3勝0敗なのに3勝1敗のチームの方が上にいるという、ちょっとねこれはね、今バレーボール界その、ストレートでそのセット数を勝てばその、得点という形で表記されているその点数のところが、上がるような仕組みに今なってるんですかね。だからその辺のところで、3勝1敗のチームが3勝0敗のチームより上にいるっていうところは、ちょっとそこはね、それは違うんじゃないかなと思ったりもします、正直。で、まあ今日はテレビの放送もありませんし、言ったら言ったで、なんとなくテレビ局が夜中の試合まで放送しそうな気もするんですけども、もう、まあ今日の試合23時からなんですよ。で、僕のホームページで23時から翌朝9時までの試合はお断りということを記載していまして、昨日の晩なんか、まあ、加工様の声というか、音というか、まあそういったもので、まあ建設業界関係といって、でもいいような、まあ2日前ですかね、昨日かな、まあまあ夜、昨日の晩、まあ音だいぶ、されて、今日は、まあ、睡眠時間5時間ぐらいしか寝てなかったんですけど、まあ第2ラウンドもあるわけで、それでパリオリンピックへの出場が決まるわけで、まあ、正直23時という時間帯が、まあどうなってるのかなと。まあ今日のそのスポーツの勝ち負けで、今日横浜ベイスターズさんで勝ちに行ってるわけじゃないですか。で、これはシーズン始まる前から、もう今年は横浜 DeNA さんでということを明言していて、まあその辺のところでどうなんでしょうね。これ皆さんどう思います？横浜 DeNA さんが今日負けて、で、今日女子バレーボールが勝つような仕組みになっていたのか、だからまあ全体的なところを考えたら多分ね、この間のアルライン戦、まあ、横浜 F ・マリノスさんは僕が被災地の撮影行ってる日で、あの能登半島の方の穴水町とか七尾市とかのところですね。で、まあ、その日、まあ、勝ててるんですよ。で、ただし、次のアルアイン戦が、まあ、夜中なんですね。だから、その日、夜寝るときに、もうその時間帯にまるで設定させるかのように、音で攻撃されて、なかなか寝させてもらえないと。まあ、こういうような状況があったんですよ。だから、それを考えたときに、今日の試合ね、多分、横浜 F ・マリノスさんが、負けておいて女子のバレーボールが勝っておけばよかったんじゃないですか、だと思うんですよ。かもしれないし、今日はもしかしたら、だから横浜 DeNA さんの方にすなり得点がいったりするはずなのになぜなのだということですね。まあ
今日の晩もその23時からのその女子バレーボールに特別こう取り組もうという気も正直ないんですよ。テレビの放送もないですし。まあ未来の時間軸からの声掛けで、その前の試合、ドイツ戦でしたっけ、この間の試合に関しては、それまで、2セット取ってから相手に2セット取られて、最終セット5セット目で勝利するというパターンが多かったんですけども、1試合目と2試合目が。まあ、ただし、相手は世界ランキング1位のトルコさんであったと。まあ、そこにしっかり勝ってると。で、まあ、3試合目に関しては、また、2セット先に先取した後、相手はその後2セット先取してくるっていうのを見破っていて、未来からの時間軸の声掛けで、心の声の方です。で、それで、ストレートの勝ちで3勝目がついてるんですね。だからただそれを未来からの時間軸から行ってしまうと、まあその時間帯は普通に起きてる時間帯ですから、まあ問題ないんですけども、今日、これ元々の睡眠時間がね、僕が1日は8時間であると、まあ、学校教育で習ってるんですけども、8時間、睡眠時間があって、8時間、勉強もしくは、仕事の時間があって、あとの8時間は自由な時間っていうのを教わってるんですよ。で、じゃあ、睡眠時間、足りてない3時間。で、女子バレーボールが勝つのかな、どうかなとか。筋トレのセット数の話とかの得点とかで、どうなんですかね。今日の晩、阪神タイガースの人たちが頭の中かしたりとかして勝つのか。もう、これ言った時点でもう僕は頭の中取られてるんですよ。まあまあ、プロ野球選手の人たちは基本的にない。ですから、まあ、23時ぐらいからの試合とかだったら、まあ、どちらかというと対応しやすい方だと思うんですよ。まあ、けど横浜 F ・マリノスさんの方もアルワインさんとの試合の時間軸を考えた夜中でしょう。だからまあその辺のところをうまくお互いに、まあ、行っていただけた方が良かったんじゃないかなとは思うんですけども、もしかしたら今の時間軸から日本代表バレーボールの方に淡井圭介の頭の中いってるような気がしますね。先ほどまでの会話の中で、特別頭の中が、たくさん取られてるような、感覚はなかったんですけども、今ちょっと心の声で、お互い浄化を、唱えたところです。まあ、ちょっと呪いが来てましたので。まあ、眠れなくさせられるのはね、さすがにちょっと僕も嫌なところですので。まあ、あとはまあ今の時刻、まあ、プロ野球はもう終わってるでしょうし、サッカーも、まあもうそろそろ17時54分なので終わってる頃だとは思うんですが、まあ、ロッテさんが勝てたのは良かったんですよ。で、楽天さんは今日負けて、出たんでしたっけ、どうでしたっけ、最初リードしてたんでしたっけ、負けてましたっけ。楽天さんも苦境に落ちてるんですよね。楽天ってどちらかというと楽天の方が事業的に厳しい状況だと思うんですよ。で、サッカー界はもう優勝狙わなくていいと思うんですよ。だからプロ野球の方で、今までのね、その球団が創立した時からの優勝回数で普通に考えた時、前の優勝は、それは東日本大震災があったからであって、それ以外の優勝はないはずなかったですよね。あの時の優勝だけでしたよね、楽天さんって。そこはおかしいんですよ。楽天さん優勝させてあげなきゃならないから、
ロッテが犠牲になれっていう話じゃなくて、いやそこソフトバンクさんでしょっていう話なんですよ。いや、まあ、高金年で言ったらソフトバンクさんですし、もう総合的に見るとですよ。で、あと、まあ、西武ライオンズさん。まあ、昔、もともとものすごい数優勝してましたし、あと、その次、日本ハムさん。日本ハムさんも、だから、エネルギーの残存量問題を考慮するとしてはならない二つ目のドームを作ってしまったと。一つ目のドームでも大問題なのに。だから、まあ、まあ、そのあたり、ちょっと待ってくださいね。ちょっと自分でも今日、どういうふうな対戦チームだったか。スポーツの勝ち負けしながらだとは思うんですけども、そのパソコンが遅くなったりしてるので、あとまあ広島さん、まあまあ9の9得点、まあそのあたりの得点とか、横浜 DeNA さんにこう分けてあげたりとか、まあ中日さんは中日さんであんまりちょっと最下位独走するのもかわいそうかな、はそれはありましたね。まあだけども今回こう横浜 DeNA さんを立てていただいたらとか、まあそういうふうなね、こう、まあ、ロッテはその日本ハムさんに今日勝ってるから今日としてはいいんですよ。楽天さんも今日リードしてましたよね。そこでオリックスさんがこうね、この間の、それ怪しいのがね、この間8得点、その、筋トレのセット数が8だったんですよ。15回ずつの。で、8得点してたでしょう。で、それはオールスターの監督同士の、まあ、阪神タイガースの岡田監督とオリックスバファローズの、中島さんが、こう、会話していてね、その、死を送ってくるようなことをね、その、まあ、笑いながら言ってたんですけども、あの、阪神タイガースの、選手の人たちが、まあ、打つみたいなことを言っていて、まあ、ついつい心の声でね、まあ、僕も、心の声というか、こう、頭の中で考えてしまったというか、いや、まあ、パリーグの方も、打つでしょうみたいなことも、考えてしまったんですよ。だからね、その心の声とか頭の中で考えた内容によって、この間オリックスが8得点、筋トレのセット回数、もちろん得点はそれだけじゃないですよ。いろんなあの得点の内容がありますから、それなかったらこんなね、ものすごい試合数どうしなさいっていう話になってきますから、本当に。ちょっとまあ、笑いながら言ってしまったんですけども、まあもう今、合間の時間帯だから、まあそこは良しとしていただきたいところで、まあ今、まあ笑ってしまったところは、一応今日は心の声なので、スポーツ界の笑わせてきた方が悪いというルールは、まあ組み上げてはいるんですが、となるとオリックスさんですよね。だから日程的に考えたら、まあ楽天さんとの3連戦だったわけじゃないですか。で、順位的に楽天さんが大きくまあ苦しんでる状況ですから、なんかここ時期はずれてるんですよ。楽天さんとの試合の時にそういうような状況が出来上がっていれば、3連戦楽天さんはというところはありますね。ちょっとプロ野球の順位見てみますね。まあちょっとソフトバンクさんの勝率が7割3分ですよ。ちょっとこれはね、すでに西武ライオンさんと 15.5 ゲーム差、まあその次は楽天さんで11ゲーム差、まあなんとか3位にロッテで
さんが来ていて、まあそれでも8ゲーム差ですからね。まあちょっとね、まあ、ちょっとソフトバンクさんのね、その借金の話よりも多分楽天さんの方が経営的に先々のことを考えると厳しいんだと思いますよ。本当の人口の方の話ですから。だから4000万人ぐらいしか日本国内にいないでしょ、人が。で、携帯事業がすでに au さんとそのソフトバンクさんと NTT ドコモさんで、ほとんど広まった後に楽天さん乗り込んでいってますから、普通なかなか買えないじゃないですか、携帯電話。それ考えたらどう考えても厳しい状況にあるのは、まあ、楽天さんですよ。だから、まあ、去年はヴィッセル神戸が優勝しましたから、なんか、うん、楽天がもっと上の方の順位1位2位のところに来ておかないとおかしい。で、その対戦のところ、逆に沈んでいくところが、ソフトバンクとか、まあそういうふうな、うん、ソフトバンク、西武、日本ハム。と、あとオリックス。オリックスはこう近年でたくさん勝ってますから、その4球団。その4球団がね、こう、その、2つのチームを押し上げる得点の行き先をその2球団を優先する、その楽天ロッテで、やっぱりそこは、うーん、その日によってできることの限界が私にもありますから、なんか得点差でいいと思いますよ、その均等なセット回数だとか。うーん、そうしなかったらね、その法律的に平等性、だから佐々木朗希投手がこの間も勝てなかったわけじゃないですか。まあ1失点ですから、それはまあ試合のピッチング内容を見ると、まあ1失点であれぐらいのイニングを抑えていたらそれはいい方だと思いますよ。だけども、途中まで0点で抑えていて 1-0 でそのまま勝ちそうな状況が結局同点にされてっていう状況で、勝ちがついてないでしょ、佐々木朗希投手に。で、東日本大震災でお父さんを亡くされてと。で、そういう状況下であるのに、この、正直、こうね、パ・リーグのこの状態はどうなんですかと。セ・リーグはね、まだなんとか、そのゲーム差を考えたときにね、DeNA さん、まだなんとかなりそうな気はするんですよ。だからその辺のところは、最後の最後まで勝負ごとこうしっかりと試合を勝ちに行こうとする人間とそうじゃない人が見た場合、まあ、横浜 DeNA さんのその勝ち数と負け数を見たときに阪神タイガースに届かないんじゃないかと思ってしまう人たちがいらっしゃるかもしれませんけども、私から見るとまだ可能性は十分にある範囲なんですよ。ただしパーリーグはちょっとね、そのリーグ優勝を楽天さんかロッテさんがしなければならない、この状況下で。しかも佐々木朗希投手に勝ち星がついてないでしょう。これはね、ちょっとその人格的にどうなんですかと、もうそういう風になってきますね、本当に。まあ、エネルギーの残存量問題はだいぶ前から、本当は孫正義さん知ってるはずなんですよ。僕は忘れていただけで。何回も精神病院に入院させられていたわけじゃないですか。あの状況が作られて、こんなにたくさん訴えなきゃならない内容があって。で、ね、法律見ながら、そんなにたくさんね、あれこれ、エネルギーの残存量問題、頭から抜けたりだとか、それはまあそうなるといえばそうなります。もともと順次はそのエネルギーの残存量問題を解決するためにスポーツ業界の勝ち負け、それは河川水門開閉式ダムの地下水流ストレートトンネル発電、そういったものを進めるためであって、だから薪ストーブとか鴨田発電は行政がすんないとね進めればいいわけであって、だけども全然物事が進んでない状態で、もう、ゴルフ業界とかも正直言いますよ。宮里藍選手とかね、元
海外でたくさんメジャー勝って、で、まあ、松山英樹選手だって、僕は夜中起きてね、その世界ランキング一時的にも1位まで上げたわけじゃないですか。あとはテニスの錦織圭選手と、あと謎の大坂なおみ選手、もう今日笑わないように一応気をつけて言ってますけども、みんなお金払ってくれてないでしょ。ああ、それ、河川水門外式玉発電とかのね、その特許とか、やっぱり弁理士さんと弁護士さんを、弁理士さん大体2人か3人雇って、あと弁護士さん雇ってっていうような形で進めるようなものですから、多分特許出願した時に、あれこれ言ってくる人たちがたまにいるんだと思いますよ。ただ、河川水門外式玉発電の件で言ってくる人が本当にいるかなって思うと、大きな企業ではまずないと思いますよ。しっかりした人であれば。エネルギーの残存量問題とか、分かっていれば、今更何かその特許に文句を言ってくるような、そんな局面、ねえ、それこそそこの会社がどうなるかわからないんですから。さすがにそれはないと思うんですよ。このエネルギーの残存量問題を考えると、切羽詰まった状況を考えると。まあ、佐々木朗希投手に勝ち星がつかない件がね、ちょっと再三言うようですけど、そこはやっぱりおかしいですね。J リーグの方は、まあ、まだ J リーグで優勝したことのないチームの線で物事が進んでるんだと思いますけども、まあ、長年 J1 にいたチームなどでまだ優勝してないところとか、まあ他にもあるわけで、だからまあその辺のところがっていうところ、まあまあ今年はまあまあもう町田さんでいいんじゃないかなとか思ったりもしてるのはしてるんですけども、だからまあその辺のところなんですよ。僕の頑張り云々のところがどういうような形で、まあ物事が進んでるのかどうか。久しぶりですね、もう一日に腹筋腕立て背筋300回ずつしたの。で、まあ、あと懸垂板とか他含めてなんですけど、あと、裁判用の処理、まあ、ホームページは YK スキャンの歴の一番から見えるようにしてますけども、まあ、他にも処理作ってるんですよ。で、まあ、ちょっと、ホームページは YK ですけど、利益の、前半後半とか、以前書いてあった内容あるじゃないですか。あの辺のところは、ちょっと上の方に書き足してます。エネルギーの残存量問題を忘れていて、こんな内容になってしまってますっていうことで。まあ、経済に変に特化して、エネルギーの残存量問題を、あ、この人忘れてしまってるなっていうことが分かる文章になってしまってるんですけども、まあ、ちょっとまだ昼ご飯食べてないんで、とにかくちょっともうご飯のようにしますね。まあ、昨日も丸一日遊んでませんし、その前の日も、だからもう今何日遊んでないのか、ちょっともうわかんないぐらいの状態ですね。で、女子日本代表に関して、どうなんでしょうね。アベマとかでなんかしてるんですかね、試合。これ難しいんですよ。23時からの試合でしょう。そしたら絶対月曜日の日本時間の時刻で日付が来るわけじゃないですか。で、一月に休みは4日なければ絶対にならないわけであって、休みらしい、休みの日を作らなければならない、法律的に。絶対そうなってるんですよ。だから、月曜日を僕としては休みにしておきたい。となると、日をまたぐわけじゃないですか。まあまあ、ギリギリ、こう、まあ、打開する方法も、その試合はボランティアでしたっていう、ボランティアに関する法律で、まあ、対応しようと思えば、その日休みの日でしたけども、そういうボランティアをしていましたと。まあ、そういうような対応の仕方もあるにはあるんですけども、まあ、肉体的にも精神的にも、あと、睡眠時間的にも、やっぱり休みの日は作っておきたいというところですね。だから夜中に日程を組まれてるところ、その海外から見たら、日本もある程度結果出してるじゃないみたいな形で、まあそういうような時間帯が組まれているのかな、どうかなというところもありますね。
バレーボール界のあのセット数の話ってあれ数年前からそうでしたよね。その相手にセットを取られるケースとそうじゃないケース。ただなんかこう数字化したときにやっぱり3勝1敗と3勝0敗のチームがあったときに3勝0敗のチームの方が下にいるのってなんか変ですよね。これ多分スポーツ業界の人たちみんなそう思ってると思いますよ。一般の人たちも含めて。まあそこは提言として言っておきます。まあ、うん、まあそのルールが定着化すれば、そのセット数のその得点っていうところで、うん、まあ、これで、けどね、オリンピックも結局こういう形式だったとするのであれば、これ金メダル取ったところがね、例えば、まあ、何勝かして、1、2敗していて、金メダルを取りましたって、これ皆さん受け入れられますか？なんか変でしょ？他のチームで、まあ現象としてこれ負けなしでも銀になってしまうとか、それは可能性としてあるっていうことですよね。それともこれ予選の時だけですかね？もうね、こんなにたくさんいろんなこと取り込んでいたら、もう全然そういう細かいルール変更のところまでも追いつかないですね。以上です。ちょっともうご飯食べます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。着信登録と着信通知の設定と、淡井さんの動画見ておいた方がいいよというようなことを、お伝えしていただけると助かります。一応筋トレの回数とかホームページは IGSK の履歴の一番のところに記載しておきました。以上です。